はい、それでは、ここからはその唐津波の乗算アルゴリズムの一係数多項式編を、紹介いたします。で、基本的なやり方はですね、整数の乗算の時と同じです。で、考えてみますと、その、整数とですね、それから一係数多項式というのはその構造、構造がよく似ておりまして、その一係数多項式の場合は、あるワードの、何でしょうね、N 乗、ワードをこう組み合わせた、形でこう多倍長数というのを表すんですけれども、一方で多項式は X の N 乗の項がですね、こう連なっている、和になっている形の、式であることが分かると思います。整数と多項式で違う点は、整数ですとその上位桁と下位桁の間の、繰り上がりや繰り下がりがあるんですけれども、多項式は基本的にその異なる次数の項の間でその係数がやり取りされることはないというところが異なります。さて、この場合ですね、その一係数多項式に対する唐津波のアルゴリズムでは、先ほどの整数の場合ではそのある整数、与えた整数を上位桁と下位桁にこう分けるということをやっていましたが、これに対応する操作として多項式、一変数多項式では、X の上位の次数の項と下位の次数の項にこう分けるというようなことを行います。仮に例えば、8次の多項式、8次でいいのかな、0、1、2、3、7次の多項式かな、7次の多項式のをですね、扱う、この唐津波の方法で扱うとなると、7次の多項式のうち、その次数が大きい方ですね、ですから3、4、4、5、6、7次ですかね、4、5、6、7次っていう次数の大きい部分と、それから0、1、2、3次という次数の小さい部分にこう分けて扱うということを行います。そして、これもその先ほどの整数の時と同じようにですね、その上位の次数が大きい方の項と小さい方の項に分けて、それぞれでこう和を取って積を取るということで計算を行うのは、整数の唐津波の時と同じです。で、一応そのアルゴリズムとしてこの唐津波の乗算のその多項式に対するアルゴリズムを書き出しておきました。一応唐津波ポリという名前つけましたけれども、入力としては F と G という2つの一変数多項式を取っております。入力 FX と GX ですね。で、注意点としては、ですね、一応 F1 と、FX と GX は高々2の、N プラス1乗の次数を持った多項式ですね。で、上位の次数が大きい項は、次数上位2の N 乗の項、それから下位の2の N 乗の項というふうにこう分けて表しております。で、これに対して出力としては、この F と G の積を得るというわけです。で、そのアルゴリズムですけれども、もし、n が1の場合ですね。n が1の場合というのは、n が1ですから、1次か。1次の多項式の場合には、通常の多項式の積を計算するということになります。で、それ以外の場合には、このような形でですね、この f の高次の多項式と低次の多項式、それぞれに分けた部分で、それぞれの要素の積を計算するんですけれども、それぞれの積というのは、やはりこの唐津波のアルゴリズムを再帰的に適用させて計算すると。で、そのして得られたこの A とか B とか C という多項式に対して、最終的にこれを A×AX の 2N 乗プラス A プラス B プラス C×X の N 乗プラス B というのを計算して、これを計算結果として返すと。いう形で、計算を行います。ちょっとですね、このアルゴリズム見ただけではちょっと分かりにくいかと思いますので、今日はですね、レポート課題の中で実際にこの唐津波の、
一変数多項式版を実際に計算するっていう例を出題しておりますので、まあ、そこでちょっと皆さん実際に計算してみてください。で、計算量に関しては今回は証明は省きますけれども、やはり定理、同じような計算量の見積もりになる定理がありまして、この n をラージ n を2の n 乗としまして、それから、まあ、f と g を実数係数多項式で、f と、あ、そうか、f ですね、a の時に、その唐津波の乗算による、その f と g の乗算の計算量というのが、θ の n のログ3乗で抑えられているということが示されます。ここまでよろしいでしょうか。はい、今回の授業のまとめです。今回は高速乗算法としまして、唐津波の乗算アルゴリズムについて紹介をしました。でその中で、特にその整数の乗算アルゴリズムと、それから一変数多項式の乗算アルゴリズムについて、紹介をしました。次回の授業、最終回になりますけれども、まあ、高速乗算法のもう一つの方法としまして、高速フーリエ変換を用いた、乗算法を紹介します。でここではその離散フーリエ変換というのをまず説明しまして、それをもとに計算する高速フーリエ変換を紹介します。そしてこの、まあ、高速フーリエ変換 FFT といいますけれども、この FFT を用いた一変数多項式の高速乗算法について紹介していきたいと思います。はい、というわけで、今回の講義はここまでしたいと思います。お疲れ様でした。